スール王国、スール王国、スールスルタン国、サルタネイトオブスールは、フィリピン諸島とボルネオ島の間に連なる、スールー諸島に、かつて存在した国。スルタンをいただくイスラム教国で、1450年代に成立したが、資料によっては、その成立時期は、より早い。ムスリムの研究者の中には、さらに一世紀前のの時代から、 スールー王国が存在したと見る者も,もいホロ島の都市ホロを音と,とするスールー王国は、アラビア語を公用語としたほか、マレー語や、現地のタウス語、バンギギ語、バジャウ語などを使い、中国と東南アジア、西アジアを結ぶ、海上交易の橋を担って栄え、最盛期には、スールー海の島の多くを支配した。東は、ミンダナオ島の西部、サンボアンガ半島。 南は、ボルネオ島北部、現在のマレーシアのサワ州、北は、パラアン島まで、その支配は及んだ。スールー諸島やミンダナオ島西部といったかつての支配地域は、現在もムスリムの多く住む地域になっている。1898年に、スールー王国は、フィリピンコモンウェルスに併合された。最後のスールーのスルタンは1936年に、没死。 以後スルタンは即位していない。1823年から1936年まで、スルタンを出してきたのは、王族のうちきらム家、キーラムであるが、王国滅亡後は、王家の複数の家系が、スルタン位を主張し始め、現在、スルタン一族の間で、継承順位をめぐる論争が起きている。1450年代、マレー半島のマラッカ王国、ジョホール生まれのアラブ人、シャリ、 フルハショムサイドアブベッカーが、スールー諸島に到来した。彼は1457年に、スールーに王国を築き、スルタンに就任して、パドゥカマウラナマハサリシャリーフスルタンハシムアブバクル、パズカマウラナマハサリシェリフスルタンハショムアブベッカーと、改名した。パドゥカとは、現地語で、主人、マハサリは、陛下の意味である。スール王国は、中国やマレーとの交易で栄え、 特に中国には朝貢施設を送った。明朝ではこの国をソロクと記録している。16世紀後半にスペイン人がフィリピンに来航しセブやマニラを征服したが、スールー王国はスペイン勢力の侵入と戦い独立を維持した。スールー王国の貿易のうち特筆されるものは奴隷貿易である。ジャワやマレーではかつて奴隷が重要な労働力となっており、 戦争による捕虜などが奴隷の主な供給源となってきたが、インドネシア周辺がイスラム教家されると同じムスリムを奴隷とすることが禁じられ、奴隷の供給源を外へと求めるようになった。スールー人はミンダナオ島などフィリピン諸島各地へ奴隷狩りの軍を送り捉えた、住民を南方へ撃ったため、フィリピン人やスペイン人には海賊として恐れられた。1703年。 別の説では1658年、スール王国は、隣国ブルネーで起こった反乱に対し、ブルネーのスルタンに援軍を送った。反乱鎮圧後にはブルネーから、北、ボルネを終えた。同じ年、ミンダナオ島のムスリム国家マギンダナ王国に、全盛期をもたらしたスルタンクダラットは、スール王国の姫と結婚し両国間に、同盟関係が結ばれた。スール王国は、クダラットに、 パラワン島を送ったが、1705年に、クダラットはスペインに、パラワン島を割上した。スールーのスルタンの宗教的権威は、ミンダナオ西部から、北ボルネオ各地に、拡挙する、オモヤスルタンに及んだが、政治的には、閣僚主たちの独立が進んだ。スペインは、長年、スールー諸島から、ミンダナオ島に至る、モロジン、フィリピン諸島のムスリムの地に対する、 領有権を主張したが、実行支配することはできなかった。各地に拡挙するムスリムの領主たちの力が強く、スペインによる征服や、改修の試みは失敗し続けたため、スペインは海岸部の都市や要塞を確保するにとどまった。19世紀になると、スールーの軍事力は列強に押されて、スルタンの権威が低下し、各地で分立したムスリムの領主たちは相次いで、スペインに征服され、 スールー王国の首都ホロも1876年にスペイン軍占領された。スペインとスールー王国は1878年7月22日に条約を結び、スペイン軍の拠点以外の統治は従来通りする単が行うこととなったが、互いの翻訳した条文に食い違いがあった。スペイン語の条文では、スールー諸島の主権はスペインのものとなることになっていたが、 タウスグ語の条文では完全な属国としてではなく、保護国として表現されていた。米西戦争の講和条約である1898年、パリ条約でスペインがアメリカ合衆国にスールも含むフィリピンを明け渡した後、アメリカとスール王国の間で結ばれたベーツ条約にも同様の翻訳の悔いがあり、20世紀の初頭にアメリカとモロ人の間で戦争。 モロの反乱が起こることになる。スール王国の独立は、アメリカの間接統治下に置かれた1898年で、終わり、1903年には、ミンダナオ島南部から西部、及び、スール諸島にかけて、モロ州が成立した。その後の10年以上にわたるアメリカによる軍政の間に、モロ人に対する米軍の総統が続く一方、スールの諸制度は、 次第に、アメリカ植民地政府、フィリピン軍党政府のものに置き換えられ、1913年には、完全に、モロ州は、文民統治となった。1915年、スールー王国のスルタン、ハマルルキラム2世、ジャマルルキーラム2は、フィリピン軍党政府のミンダナオスールー管区長の、フランク・カーペンターとの間で、カーペンターイコールキラ協定、カーペンター、 キーラム・はグリーメントを締結し、宗教的権威以外の一切の世俗の権威を放棄し、アメリカ合衆国の主権を確認した。これにより、アメリカの主権がフィリピン全土で確定し、スールー王国は消滅した。スールーは北、ボルネオ、マレーシア連邦サバ州を領土として主張した時期があったが、これが現在マレーシアとフィリピン間での領土問題の原因となっている。 19世紀後半、北ボルネオは、スールー王国と、ブルネ王国のスルタンが共に、名目上の統治者であり、実際は2つのスルタンの下で、地元の領主たちが、河川流域ごとに支配を行っていた。1865年、ブルネのアメリカ合衆国領事、クロードリー・モーゼズ。クロードリー・モーゼスは、ブルネから、北ボルネオの10年間の咀嚼権を得た。 しかし南北戦争直後のアメリカにはアジア植民地を経営する余裕がなく、モーゼズは咀嚼権を香港にあるアメリカボルネオ貿易会社アメリカントレーディングカンパニーオブボルネオに売却した。この会社はボルネオでの入植地建設失敗により経営難になり、咀嚼権をオーストリア・ハンガリー二重帝国の香港領事、ホン・オーバーベック男尺、ホン・オーバーベックに売却した。 彼は、ボルネオのスルタンと交渉して、契約の10年延長を得て、さらに1878年1月22日に、スールー王国のスルタンとも同様の条約を締結した。ホン・後オーバーベックは、ウィーンの政府に植民地経営を働きかけたが、失敗し、イタリアに流刑植民地として売却する交渉もうまく行かなかったため、1880年に、 北ボルネオから手を引いた。彼の資金面での協力者だったアルフレッドとエドワードのデント兄弟のうち、ボルネオに残ったアルフレッド・デントは英国外交官のラザフォード・オール・コックラに縁されていた。彼らの後ろ盾により、デント兄弟は1881年7月に会社を作り、翌1882年の直挙によってイギリス北ボルネオ会社を作って、 北ボルネオの統治を始めた。オールコックを社長とする北ボルネオ会社は、オランダスペインサラワークなどの抵抗を受けるものの、入植地建設、行政制度整備、中国人労働者の招致などを推進して、北ボルネオの経済を拡大さ、1888年7月には、イギリス北ボルネオ会社により統治されるとすることに成功した。北ボルネオ会社は、 スールーとオーストリアとの契約を購入であると解釈していた。しかし1883年1月7日にイギリスの外務大臣グランビル卿が出した書簡では1878年にフォン・オーバーベック男爵がスールーのスルタンと結んだ条約は北ボルネオの賃貸であり購入ではなくそれゆえ北ボルネオに対する主権はスールーのスルタンに残っているとされている。 スールー側も、この契約は咀嚼だと解釈しており、自分たちに主権が残っていると考えていた。第二次世界大戦による荒廃で、北ボルネオ会社は、経営を諦め、北ボルネオは1946年に、王領植民地となり、1963年8月31日に、自治を認められ、その直後の9月16日に、マラヤ連邦やサラワク、 シンガポールと共に、マレーシアを結成した。しかし、スールーのスルタンの末裔は、北ボルネオはスールーに返還されるべきと主張し、また、スールー王国を継承したとするフィリピン政府も、マレーシア結成の構想に反対する中でこの見方を取るようになり、サバ州、旧北、ボルネオをめぐり、マレーシアとフィリピンの間で、領土問題が起きた。マレーシアは1963年以降、 スルタンの末裔に毎年5300リンギットを支払っているが、前述の通りこれが咀嚼料なのか購入費の分割支払いなのかで意見が分かれている。2013年にはスルタンの末裔、キラム家の一員であり、マニラに住んでいるジャマルルキラム三世が400人からなるスール王国軍を突然サバ州に上陸させ、 旧王国の承認とサバ州の返還を求める事件が発生したラハダズ対立、長らく棚ざらし状態だった問題が再燃する可能性が出ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。